だからうちらだったら結局はこれで首を落としちゃってさ、これでやったんだ。で、そこで要するに期間を取る、期間を抜いちゃうんだけどさ、あんごや拝んじゃったよ成仏してくれって。スープを育てたんですって。どこで？自分で。ああ、飼って？何食べるのスープを？うん、マグロでも魚でも何でも食べます。3年でこの親の。だからちょうどあのぐらいになります。お名前は？この人。カメキチです。カメキチ。かわいそう、カメキチ。普通だね。殺されちゃったの？だから自分じゃね。入れらんないじゃないですか。買ってたもんだから。浜野さん頼んで。皆さんで食べてください。よくブツって切ってこうやってタラッ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 ってね、あれ私子供ながらに覚えてるわ。ああ、血のうちね。タラッタラッタラッって。あ、でっかいですね、結構。3年ですって。あ、でも、薄くなっていや、このぐらいですよ。そんなに薄い感じし、この形状が薄いよね。多分そんなに油ないでしょ。うん、ね、あの養殖のあれとまたちょっと違ってあれだと思う。かわいそう。いつまでもいつまでも動いてる。いつまでもいつまでも動いてる。我が子を見るように。いつまでもいつまでもこれ動いてる。3年か。ああ汚れちゃったな。あれなんだよ、あのずっと水にさらしてたけどさ、あれその方がいいのやっぱり。下ろして、うん、下ろして、うん、下ろしたよ、飲んで水で暴れそうじゃないですか、ね、もう血液されてる、なんか、首がなくてもで、あれ皮むくでしょ。食われちゃうと手で噛まれそうな気がする。お湯じゃないですか。業務用のお湯沸かしたんで、熱くなんじゃないですか。あれ目いっぱい入れて熱くしちゃって、それでもいいかなと。あ、それでなんだ。お菓子でちょっと試してみて、ダンプシングも、カバの販売機、向け販売機。うちの髪いっぱい持ってるんですね。1枚首から繋がってるやつを無事ですよ。無事にかかってきなよ。1枚でっかそうなやつを、昼やってないんだ。ないんだよ。ないんだよ。ここら辺のあれだけじゃないんだから、ね、頭だけじゃないんだからさ。そうしたらね、ポールをひっくり返しちゃって、はい、ほんでね、前のっていうのその付け根のところをこうなんか入れてっちゃうのが、これだから、はい、いいスタッフを使っちゃって、はい、この付け根こうくっついてるじゃないですか、はい、ここだから、グイッてやってやると、これ分かりますか、はい、これあとね、包丁でね、ビートを引っ張ってやると、この自然とこれ皮がもう知れてっちゃう、はい、下にすればあるか、寒くなくても分かるってことだ。そうそう、そのこのケツの方までもうちょっと入ってる。で、骨の付け根がここのケツとここのところ、これ意外と硬いですから、はい、こっちも同じようにここ持っちゃって、はい、この殻のところにこう沿ってビート引っ張っちゃうと受けでると抜けちゃいますから。すごいやつはこれ減らないんですよね。
甲羅を下にしてないとあれか、うん、関節が分かるからか、うん、包丁もこれまっすぐなやつだとダメなんだけど、はい、こういう風に反ってるからね、合わせてこう、ゆっくり切っちゃう、切っちゃいますけど、これは美味しいやん、うん、ギュッていうのよ、最近こう、生地がこれまぐれますんで、はい、で、あとはこのかけ感じ、あー、手染めちゃったごめんなとは言っちゃいけないんですよね。そうすると黒いやつがね、エラって。こういうふうにね、下にしてこうやっていくと、この包丁、はい、どんどんこう引っ張ってるからね、はい、どん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 綺麗にめくれちゃいますよ。こっちも同じようにこう引っ張って、はい、グリグリっとこう。下にしてね、それでこれ反らしちゃうと、みんなこれ剥がれますんで、そうね、こっちの、ま、あの引っ張っててやると、うんうん、あ、ちょっと、うん、あ、じゃあここが難しいくない、ここが分からないんだ、ここのね、このお腹のところ、はい、このところにちょっとバサッとこの突っ込んじゃって、はい、ここまで引くんじゃないですか、はい、このとこ、そうし、うん、ここ、はい、バサこれ皮をここ切ってやらないと、はい、あの剥がすときむしれないですから、うんうんうん、ビシビシビシっと、うん、後ろは先なんだ、うん、こんな感じ、もう一度ここのケツのところ真ん中合わせて、はい、ちょっとどっちかを見て尻尾、はい、尻尾の方どうせ出汁は出るけど食わないじゃないですか出汁は食う、このところのところのこれもこうずらしてやると、これだけズリズリズって寄りますから、チンチンが出るの、出てますあれ、あれ、膀胱はだあれ出さないの、膀胱はね、あれ、しょんべん袋臭いから、この後、うん、これでね、尻尾の関節がっぽい、でこの下にこれ、しょんべん袋、うん、だから、チンボの先です、うん、そういうこと、うん、こいつがなんか爪も吸っちゃう、どれがポーク、裏からじゃないんだ、表からあれなんだ、そうそう、これこれ、はい、こいつがチンボで、はい、あのメスのあそこにぶち込む、ぶち込むこれだからこのまま飲むとね、元気になりますね見ね、ほんとなんか血が引いてるんですけど、美しいです、ここのところがこれつなぎ身ですから、みんな筋のところビート切ってやっちゃう、ほらこれ、あ、これですか、うん、これしょんべん袋潰すと臭いから、うんうんうん、ここのね、周り、うん、これはね、本当に潰しちゃうと、はい、ダメ、うん、それでね、あ、本当だ、綺麗に分かれてる、うん、それで、こんな感じ、これ増殖のと違ってあれだ、綺麗だね、やっぱりね、うん、綺麗しかね、中がでね、肝臓油はないけど、うん、肝臓これ食えますから、霜降りして、うん、でこれが、うん、で、うん、消化の袋、胆のう、これ、はい、これが胆のう、これもね、お酒に入れて飲んじゃうと、もう目がキラキラしますよ、うん、ね、生で食べるんですか、この胆のう、そう、うん、噛んじゃったらもう痺れちゃう、はい、苦いから、うん、でこれが心臓、うん、でこれがさっき言った、これもね、潰さないでもそのまま先取っちゃって、これはダメ、尻尾の刺身ってな、ここの部分食べる、うん、刺身を、ほんでこれが、うん、これも霜降りして食えますから、毒ないからね、まあ、ないよね、毒は、うん、これが、膝
肘こっちか。そこまで食べさせてんだ。全部。このひらひらしてるのも、これも全部食えます。霜降りして。いけない、今度こそダメだ。今度こそ。そんなに食べるんだ。うん、で、腸まではさすがにあれか。これが傷だ。この黒いのはこれエラ。ギャラリーが多くなる。これの包丁と違って、いまいち切れが悪いな。それ言っちゃう。これあとは後ろばらせます。まだいいの。ほらね、ここのところ分かれ目あるじゃないですか、これ。はい、このところに、ここに入っちゃいますから、はい、なんか、こうであれほんでもこの時にこの油、油なんて油はいいんじゃないの。ほんまね、油なんとはあの沸かして、あの麺粉なんて入れとくじゃないですか。ほんでね、その油の部分がこのカビっぽいですね。カビとかの腐る元、大したもの食ってないから、この油なんてね、取っちゃった方が臭みがなくなります。ほんでもうこの時点で回し、爪だけじゃないんだ。ここのところも関節、これもっと下行っちゃうと、この4つの関節が来る。ある、うちらはそこまで使うんだけどね、爪だけアウトして。そんな食いづらいっしょ。いや、だからみんなあの爪の骨までみんな取るのよ。細かいまで。またみんなバラしてやるな。ああ、そうか。関節関節でみんな落としてって、あれするんだ。そうすると、この綺麗に持ちますから、これだから、これでね、うまい下手が分かってる。だから、あとはどう使うかはね、店のあれで。これどうします？どっから落としてます？いや、うちらみんなから結局はこれ1個のままで、出し取ってさ、で、後で骨抜くの。で、このままも落とす。そうか、甲羅も下に付くのがあるのか。このね、油は意外と取っちゃったのがいいかもしれない。この前ね、前のここのところすごい、あれだね、これも引っ張っていくと、もう骨とあれ、境目、そうか、どういう風にやるか。スパンってやると、取れちゃうでしょ。で、刺身で食えるところが、ここ。肉がいっぱいあるとこだ。やっぱり、身厚のとこだ。で、ここら辺も、これ、この油を取っちゃって、まだ少し入ってるやつ、入ってるの少し残してやると、旨味が少し出ますので、こういうね、出てるこの油、これもバラしたときに取っちゃったもの。いいかもしれない。これはどうします？このまま。そうそう、このままでやりすんだけどさ、これもだからあとはバラすにはね、ここに関節、ここにあるところポンって突っ込んで、ここ突っ込んでやればいいんだけど、関節にね、取れちゃう。この先っちょで、これどうします？出しとるでしたっけ。だから爪だけはあれなんだけどさ、うちらはいらない、爪はいらないんだ。どんどんギュッとこう関節、ここやっちゃうとこう骨残りますから、この人間のここ、この関節、それで落としちゃってあれなんだ。そうするとこのあれがめんどくさい、だから細かいやつがないわけなんだ。そうすると、ちっちゃなあれが
ないからね。うんうん、後々、うん、バラしてもね、残んないですよ。うん、こんなとこまで出しとったって、まだ持ってないですよ。もったいねえじゃん。ああ、なるほどね。あ、そういうのもやっぱ。じゃあこれも、どういくの？うん、それもこう、はい、今度ね、こっち、はい、こっちから、はい、ここのところ、グイッとこれやると、ここの大体ぶつかるところがね、ここら辺あるんですよ。はい、そっからこう、今みたいに包丁つけていくと、こう、こんな感じで、はい、ねじれますんで。はい。食われるために。だから最終的にね、美味しく、うん、美味しく最後まで成仏してやれば、それでも十分ですよ。あの、醤油ベース、うん、鍋は、やっぱり、うん、うん、ここの関節はどこになるんですか？ここね、だからこの三角棒ね、これギュッと持ってみると、はい、ここら辺にね、ポツンと突っ込んじゃうと、はい、なんとも大体もう分かっちゃってるから、ブイッと突っ込むと肉が剥がれますんで、このほら、これ、もう骨のこの関節、はい、ここをズルズルっと合わせてやって、これ、落としちゃっていいんですか？うん、まあいいよ。ほんと、ここなんてこう切っちゃうんだけど、うん、でここの肉も刺身で。美味しくいただきたい。あ、こういう油もできれば取っちゃった方が油の方が鍋の方があまりつかないから、うん、もこの関節もここにも関節があるこれこれだからもうピッてやると、はい、ほら、はい、みんなこの関節これだからちょこちょこちょこってやっちゃうと、はい、きれいにスポンポンポンと先っちょ、はい、落っこっちゃいますから。ほら、バカの一つ覚えで、こんなのばっかじってるから。いいじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなこれ解放。はい。刺してビジって破けるじゃないですか、はい、ほんでここのところにねエラがこれあるんですよ。これ引っ張るとねこのエラのところも、はい、これ出てきちゃうからこれもね取っちゃった方が、はい、包丁でこうあのね
うん、そうすると一緒にあのあれだろ、あの機関と一緒に出るそうそうそう、引っ張られるから、うん、それはあれなんだよね、出たよね。そんで、この喉のあの食道一緒にこうくっついたやつ、それをずーっとやるから、うんうんうん、ブリ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 、はい、でこれをもうちょいこう浅く切ってやったら、はい、このいいか、このあの頭が取れるんですよ、うん、平らなこれ、うんうん、すっぽんの頭なんですけどね、自分してるのはあれだから取ってあるんですけど、だからスマートだよね、だけどね、あの養殖のあれより本当に顔が、うん、顔つきが本当にそう思うよ、本当にスマートだなと思って、で、これ晒しておいてもいいんだよ、水でもう晒しちゃって、うん、じゃあ、夕方やろう。出し取る時にはっていうのは、出し、あの、あれやってんの、あの、うちらなんか鶏ガラと一緒にやってんだとか、ああ、もうそのまんまのあれで、おうちらなんか鶏ガラと一緒にやってたで、炊いてなんだね、ちょっと、どうぞどうぞ、で、あとどうぞ、あとごめん、